どうも、山田哲人です。違うか。吉田サラダです。ウィラブスワローズ。ということで、10月17日、ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ7対3で勝利しました。スワローズ。いやー、嬉しい。これでマジック4になりました。いやー、めでたいですね。優勝はすぐそこですよ。僕まだ物もらいが治りかけてるんですけど、まだちょっとね、目が腫れてるんで、今日サングラスしてみたんですけども、サングラスしたらね、前のこの照明が、丸い照明があるんですけども、それがね、このサングラスに丸写りになって、ちょうど目の位置に来るんですよね。これめっちゃなんか変じゃないですか。これでちょっと今日はやりたいと思うんですけど、今日の先発ピッチャー、金久保投手、ナイスピッチングです。金久保投手、久しぶりの勝利、本当におめでとうございます。今年のヤクルトスワローズ、強い要因の一つとしては、ピッチャーがファームに行って、そしてファームから帰ってくるとき、ね、確実に状態が良くなってる、パワーアップしてる状態で戻ってきてくれるっていうね、このファームの力もあって優勝にね、近づいてるんだなっていう感じがすごくします。ファームから戻ってきた選手、今年は期待して見れる感じがしますもんね。そしてですね、山田哲人選手、もう完璧じゃないですか。完璧な状態に、もうほぼ近づいてるんじゃないでしょうか。大活躍ですね。この時期にこうやってね、調子を戻してきてくれてる、最高じゃないですか。心強いですね。山田哲人選手にめちゃくちゃ期待しております。あとですね、阪神タイガースさんが負けてくれたのはね、マジックが減って嬉しいんですけども、広島カープですよね。広島カープがすごい勢いがあって、鈴木誠也選手もホームラン争い、くわーってきてますし、でね、3位がジャイアンツさん、広島カープさんに抜かれる可能性出てきましたよね。これね、広島カープが来たら、ちょっと怖いなと、この勢いで来られたら、どうしようって今、ね、もう優勝する計算なんですけども、この勢いで来たら、まあ、阪神さんが今一番怖いやろなと思ってると思います。広島カープちょっとね、要注意ですね。明日休みで、明後日からまた応援しましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。